こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりやギターです。いつもおっとりやページをご覧いただき、ありがとうございます。本日も素敵なギターのご紹介をさせていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはこちら、ヤマハ LL-11B というモデルになります。こちら1996年製となっておりまして、かれこれ21年ほど前に作られたモデルになります。このLL シリーズの中でも大変人気が高いですね、モデルとなってるんですけども、まず特徴的なのはですね、このカラーですね。この激渋な、このティンデッドカラーがなんともおしゃれで、今のギターにはあまりない特徴を持っている、そんなモデルでございます。あとはこのキーベッコータイプのですね、ピックガードっていうのが、このティンデッドカラーと相まってかなりおしゃれにかっこよくまとまっている感じがあります。はい。スペックの方をご紹介させていただきますと、トップの方がスプルースの単板で、サイドバックがですね、こちらマホガニーとなっております。で、ネックのところもマホガニーで、この指板とブリッジはローズウッドという王道のスペックとなっております。はい。コンディションなんですけども、多少のですね、引き傷っていうのは見受けられるんですけども、大きなダメージとかはなくですね、大変、大切に扱われてきたワンオーナーのモデルとなっております。はい、でありがちなですね、剥落というのも、サイドバック、あとはネックですとかこのヘッドのトップとかにですね、若干見受けられるんですけども、この年代のヤマハのギターとしてはですね、剥奪の方も少ない方だと思います。はい。というような感じで、とても良質なユーズドになります。はい。早速、サウンドのご紹介なんですけども、もうはっきり申しますと、これはもう、バカなりというか、バクなりというか、スゴなりというか、もうヤマハらしいパワフルなパンチのあるですね、力強いサウンドです。それとプラスして、ヤマハらしいですね、キラキラした中高音域っていうのも楽しめる、そんなモデルでございます。ぜひ聴いてみてください。という感じでいかがでしょうか。もうかなりパワフルにガツンとなってくれる、そんな感じですね。もう本当にストロークをしてると本当に気持ちいいなっていう感じで良くなってくれてると思います。音の抜けも抜群にいいんで、本当にこの一音一音のですね、この一音一音はすごくはっきりしてるなって、そんな感じです。ちょっとアルペジオの方も弾いてみたいと思います。はい、という感じで、本当ヤマハらしいですね。この中音域がキラキラと輝いてる感じですごく綺麗な音色だと思います。ということで、もう力強いストロークからきらびやかなアルペジオまでですね、幅広くお使いいただける、そんなモデルだと思います。はい、ということで、本日はヤマハ LL-11B をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。おっとりやギターでした。